スーパーシェルパとは、川崎重工業モーターサイクルエンジンカンパニーが製造を販売しているデュアルパーパスオートバイである。2012年現在日本仕様の生産はされていない。川崎 KLX の水冷エンジンを空冷化した 249ccDOHC4 バルブソラユレイ4ストローク短気筒エンジンを搭載したオフロードタイプの軽自動二輪車で同時期のヤマハセローや ホンダ SL230 等と同様に低めのシートコート低速で粘り強いエンジンを採用したトレッキングバイクでもあった。トランスミッションは KLX と同じく6速であるがスーパーローとも呼ばれる低いギア比の1速の設定と KLX よりもハイギアードアイドレシオに設定された4から6速という構成が特徴である。世界で販売された車種であり、米国仕様は キロリットル 250G 型、日本、カナダ、オーストラリア、ギリシャ、英国仕様は、キロリットル 250H 型として販売された。日本では1997年に発売され、1999年から2003年までは、アメリカ合衆国でも販売された。日本向け仕様は2007年に生産を終了したが、北米仕様はアメリカで2009年に、 旧モデルイヤーと同じモデルを1年間だけ再発売され、カナダで2010年まで継続生産されていた。日本国内仕様においては、1997年の初登場時は、フロントフェンダーがアップフェンダーのモデルとダウンフェンダーのモデルの2種類が存在。それぞれに属に期待称カラーと呼ばれる左右で、グラフィックパターンの異なるカラーリングのモデルが選択できた。 1999年には、川崎車伝統のカラーリングである、ライムグリーンが登場したが、この時にダウンフェンダーと非対称カラーは廃止された。2000年には、平成10年排出ガス規制に対応するため、酸化触媒と経過と呼ばれる二次空気導入装置を組み合わせた、クレン方式の排ガス対策機器が追加され、若干出力特性が変化した。その後は、 平成18年排出ガス規制による2007年のモデル廃止までカラーリングのマイナーチェンジのみで販売された。川崎スーパーシェルパローフェンダー海外市場では日本仕様の初期にしか見られなかったダウンフェンダーモデルが主力でアメリカ市場でリバイバル販売された2009年モデルや最後まで販売が継続されたカナダ市場の2010年モデルも同様であった。 なお2015年現在も、オーストラリアとニュージーランドにおいては、大型キャリア、プッシュガード、マットフラップ等を装備した濃厚車仕様のストックマンが販売されている。ありがとうございます。